こんにちは、速稼塾の久保でございます。いつもね、動画をご覧いただきましてありがとうございました。今日はね、コメントでちょっと気になったのがあったんで、皆さんと一緒に、見て考えてみようかと思うんですよ。このコメントですよね。ちょっと私ちょっと意味がわからなかったんで、これ解説できる方がいたら解説をお願いしたいんですけども、できればご本人さんにね、解説いただくといいんですけども、多分もう私の動画見ないと思うんですね。これ見てください。今まで現状の貧困層の国民の希望かなとずっと動画見てましたけど、私をね、この貧困層の国民の希望かなと思ってくださったみたいですよね。うん。で、今回の動画を見て、結局あなたも今の政府と一緒だなと感じました。まあ、感じ方は様々なんで、これもいいと思います。今まで散々もっともらしいことを発言してきて、結局はがっかりというのはどういうことかなと。今までのはもっともらしくなかったっていうふうに、今回の動画で判断したのか、今回の動画はもっともらしくなくって、嘘っぽくって、今までのは相変わらず本当のことだというふうに判断したのか、どうなんでしょうね。私は今回ね、持続化給付金じゃないや、なんかその特別定額給付金が、まあ、おおむねこれはね、希望がないかなと思ったんで、じゃあこのちびまる子ちゃんのこの1万4000円あげるよっていうのがあるんで、これ希望される方はちょっと気にしてみたらどうかなっていうふうにね、おせっかいだったんですかね、もしかしたらね。得する情報を届けると嘘っぽくなって、損する情報を届けたらいいってことなんですかね、これは。ちょっと私じゃ解釈が成り立たなかったんで、何かのお気持ちで私のやる気をそぎたいんだと思うんですよ、この方はね。私になんかこうね、捨て台詞と言いますか、なんか私が傷つくといいなと思ってこういうコメントを書いたと思うんですけども、その攻撃する意味がちょっとわからないっていうかね。まあ、政府と一緒っていう、まあ、政府と一緒だったら私はね、もっともっとね、いい立場なんですけども、まあでも、だからといって貧困層とか国民の希望になってはいないです。全然希望にはなってないです。それはまあこの方が勝手に感じたことであってね、申し訳ないですけども。私はまあただ、こう勝手なことをベラベラと言ってるだけで、まあ隠居ですからね、社会から離れて、その世の中のことは全くわかりませんのでね、勝手な私の個人的な判断とかね、で、取ってきた情報をそのまま横流ししてるだけということなんで、まあまあでも気に障ったんでしょうね、きっとね。気に障るようでしたらもう今後はもう見ていただかない方がいいのかなと、この方の気に入る動画を YouTube の中から探していただく方がいいかなと思いますけども、まあ、なんでしょうね、なんか多くの方に喜ばれていたと思ったんですけども、こういう方もいらっしゃるんですね。同じ発信に対して石を投げる方と感謝をする方と様々いるのはいる、しょうがないと思いますけどもね。まあ何なんでしょうかね、これはね。今回の動画はなかった方がいいんでしょうか。なかった方が良かったですかね、今回のね、ちびまる子ちゃんのやつは。これはなんかね、これで人の気に触るっていうのはちょっと私よくわからないんで、今回ね、わかる方、どなたかコメントいただければと思います。まあわからなければ、まあコメントいらないですけどね。じゃあ以上です。はい、速稼塾の久保です。今日はちょっとモッピーの話しましょうか。ポイントサイトのモッピーで、私はね、今22万ぐらいの売り上げを上げて、そのうち確定した、まあ私に入るね、報酬分が4万円近くあるんですよ。これは、10月から始めて、まあ1ヶ月半ぐらいですかね。2ヶ月ぐらいになると思いますけども、ちょうど私が持続化給付金じゃないや、第2弾定額給付金の、まあ動画を上げ続けて、あれもだからね、同時期に始めたんですよ。第2弾の特別定額給付金とポイントサイトのモッピーを始めたのが一緒の時期です。で、今、1ヶ月半から2ヶ月ぐらいであって、特別定額給付金はちょっとね、出る見込みがないなということで、もうこれから動画を、ちょっと上げるペースは落ちると思います。まあ、ただね、来年度の予算がありますんで、そこで、またね、この国民全員に一律給付っていうのが、まあ、希望が持てるんで、また再開すると思いますけども、とりあえず、今期はもう、ちょっとトーンダウンかなってことです。でも、もう片っぽのモッピーっていうポイントサイトでは、私はね、毎日コツコツとね、特別定額給付金の動画を上げながら、モッピーの方もちょっと進めていったら、まあ4万円ぐらいの売り上げが確定したということで、で、これからね、そのモッピーっていうのを、もう何もやることがないんだったら、ちょっとやっていきましょうよってことね、私呼びかけたいなと思って、この動画をやっております。それで、じゃあモッピーっていうね、ポイントサイト、実際どういうふうに、お金をいただけるんですかってことなんですけども、これはね、まあ本当広告なんですよね。モッピーっていうサイトとか広告とか案件、その先にある広告主の意向っていうのを多くの方に知らせることによって、あ、こんな会社があったんだとかね、あ、こんなサービスがあったんだと、こんな案件があるんだということで知っていただく、そして体験していただく、まあいわゆるね、デパートでいうと試食みたいなもんなんですよ。
試食ってただじゃないですか。で、試食をちょっと続けると、ちょっとお腹がいっぱいになりますよね。あんな感じなんですよ。でもまあ、それで生活全部は賄えませんってことですから、ちょっとね、体験してみるってことですかね。もちろんお金がかかる話じゃありませんし、まあ、危険なんじゃないですかとかね、詐欺なんじゃないですかって言いますけど、それはね、そうですね、何をもって危険とするかなんですけども、金銭的なリスクはないですよ。ただ、向こうから連絡があったりとかね、電話があったりとかね、訪問があったりとかする、それすら嫌なんだったら、それはちょっとね、そういうのがあるのもありますから、そういうのがあるのもあるんで、それは、なんかその規約を読みながらね、より分けていけばいいと思うんですよ。で、その中で、どうやってお金を得てるのか、代表的なのが、クレジットカードを作ってね、カードを作ったことによる報酬ってものなんですよ。これがだから、1万円とか2万円とかね、まあ私を通じて、セゾンのアメックスカードを作ると3万円、あなたにプレゼントみたいなことがありますけども、まあこれは興味がある方は私にね、アメックス3万とかでメールください。そしたら、お伝えしますんで。ね、そういうのがあって、クレジットカードね。でもクレジットカードが、ちょっと、ね、いろんな事情で作れないんですって方もいらっしゃるんですよ。じゃあ今回ね、そういう方のために、クレジットカードが作れない方のために、まあちょっとね、これはどうですかっていうのをやります。これはね、ほとんどの人できますよ。ちなみにあなたの家、電気来てます？電気来てるんだったら大丈夫。電気が来てるんだったら、これをやってほしいと思います。じゃあちょっと画面切り替えますよ。もういつものように切り替えていきますからね。はい、これが私のモッピーのサイトです。やっぱね、クレジットカードを作ると、例えば、この、ドコモの D カードっていうのを作るとね、23,500円が、相当が、相当というか現金になるんですけども、あなたにプレゼントされます。クレジットカードを作る人は多いと思いますんで、ドコモのね、D カードまだ作られてない方は、この今だけスーパーポイントアップですから、23,500円もらえばいいんじゃないですかね。まあ、いろいろありますよね。T カードプラスプレミアムっていうのもなんかいいみたいですよ。右側に出てきましたけど。で、今回、ちょっとね、私が言ってほしいのは電気ですね。電気。電気でこうやって検索すると、こういろいろ出てくるでしょ。で、その中でね、ちびまる子ちゃんの電気。どれだった？これこれ、ちびまる子ちゃんの電気、これでクリックしますよ。はい。これ何かっていうとね、このポイント条件見ていただきたいんですけども、今皆さんのお家にも電気が通ってるでしょ？その電気の契約を、まあ、電気が自由化になりましたから、このちびまる子ちゃんの電気に切り替えたらどうですかってことなんですよ。もちろんね、切り替えて高くなることは基本的にはありません。電気を切り替えると、あなたの電気代、わずかですけど安くなります。安くなって得じゃんって思うでしょ？例えばね、1000円安くなったと思ってください。それがかける12ヶ月で年間で1万2000円安くなるんですよ。じゃあそれが10年だったら12万でしょ？30年で36万でしょ？ということで、何の手前もいらずですよ。電気を切り替える契約しただけで、利用する電気は今までと一緒。なぜか電気代が安くなる。プラス、すぐに1万4000ポイント。1万4000分ですね。これがあなたの口座に入るんですよ。さすがに電気は通ってると思うんで、電気の切り替えをすることによって、これね、1万4000ポイント、1万4000もらったらいいじゃないですか。ね。で、対象外なのがこういう方です。入力がいまいち不備だった方。だからきっちりと入力しましょう。住所とか名前とかね。で、いたずらはやっぱりダメですね。真面目な方だけが対象です。そして、電気の切り替えに至らなかった場合、いろんな事情で、あなたのお家はちょっと、ちびまる子ちゃんの電気に切り替えませんよとかね、ダメですよとか、もしくは、まあね、これ切り替えを希望した方自身が途中でね、連絡つかなくなったとかね、途中でやめたとかになったらこれは出ませんけどもね、きちっと、これ切り替えてください。それから赤いところであります、肝心なのが、直接ちびまる子ちゃんの会社に、問い合わせた場合もダメです。あくまでもこのポイントゲットってところを通じてね、これからやりますけども、そっからです。あと、下の方ちゃんと読んでくださいね。こういうのを読んで、そんな長くないですから、よし、分かったよって方だけが、これを得ることができます。1万4000円。プラス、生涯電気代安いってやつです。これ、やらない人いないでしょ。安くなるんだから。電気代安くなった上に、1万4000円すぐもらえるわけですよ。じゃあ、ポイントゲットいきますよ。クリックすると何が起きるかというと、このちびまる子ちゃん電気の会社のホームページに飛ぶわけですよ。で、お申し込みはこちらでしょ。三つうろこ電気に切り替えるわけですよ。ね、手続きは衝撃的に簡単らしいです。じゃあ、どれだけお得なのと書いてますから、これ読んでくださいね。ほら、年間で1万円得とかね、こう書いてあるでしょ。これ目安ですけども、あなたも多分何人かでお住まいだと思いますから、これを目安にしてください。で、料金シミュレーションするもありますんで、この料金シミュレーションもね、クリックしてやっていただければいいと思いますよ、これ。ね。どうですか？
まあ、いろいろやりながら、じゃあお申し込みはこちらって書いてあるんで、これ申し込むわけですよ。そうすると、3ステップで1万4000円もらえて、で、あと毎年毎年1万円以上ね、電気代安くなる。これ、嫌な人いないでしょ。ね。あとは必要な、こう、入力するわけですよ。簡単でしょ、これ。で、お金を払ってほしい口座はここです。この中にお金入れてくださいって、銀行口座がない人はもうもらえませんけどね。ほら、いいでしょ、これ。チームマルコさんで安心。言うことないでしょ、これ。これやってくださいよ、すぐ。すぐやってくださいよ。ね。ということでね、ポイントサイトモッピーで会員登録して、会員登録は下の方につけておきますんで、そこから会員登録していただいて、で、このちびまる子ちゃんの電気に申し込むと。そうすると、あなたの電気代が安くなる。プラス、1万4000円のおめでとうがもらえるということですよ。で、電気代ずっと安いですからね。で、利用する電気の質は変わりません。私は今、広島県に住んでますけども、中国電力の電気は中国電気の電気そのまま使えるわけですよ。なぜかお金だけ安くなるんですよ。どうですかこれ。これはやるでしょ。ね。だから、特別定額給付金は、ちょっと今回ね、手に入らなかった。くそーと思ってるところがあると思いますけども、こういうのは民間のサービスを使ってね、お金を得る、お得に暮らすってことはできますんで、どうですかこれ。年間で1万円以上得する。そして、10年使うと10万円でしょ ?30 年電気使うと思うんですよ。そしたら30万得して、1万4000円すぐ入る。ってことは、特別定額給付金とかね、そんなのどうこう待つよりも、手っ取り早いですよ。で、こういったものがこのポイントサイトモッピーにはいっぱいあるんでね、これを毎日やってもね、なくならないです。全然もう何千件とありますから。だからあなたがね、一生涯やってもこっからずっとお金取り出せますよ。それこそね、1000万とか1億とかこっから取り出せると思うんですよ。私も全部やったわけじゃないですけども、ただこれからね、いろいろと探していこうかなと思います。そういう私は1ヶ月から2ヶ月送ってきたんで、こういうふうにお金を積み上げることができたんですよね。まあでも全体的に私は22万円分くらい、ね、お金を積み上げて、徐々にこれが入金されていくよと、今はそれがね、4万円ぐらいの見込みなんですよ。すごいでしょ、これ。うん、すごいと思うんですよ。じゃあ、これはやりましょうよ、これは。時間もかからないですね、手間もかからないし、本当になんか爽やかですよ、爽やかーって感じですよ。うん、ということでね、国は当てにならないけども、民間の事業者さんがあなたの生活を応援してくれると、そしてこういう情報を私があなたにお伝えするということで、みんなでね、共助っていうんですか。菅総理の言葉使うのはちょっと悔しいんですけども、まあみんなでこうやってハッピーになれるということですよ。で、私がどうハッピーになるかっていうと、まあわかんないですけどね、この情報をお伝えしたところで私は別に得はないんですけども、まあでもなんかいいじゃないですか、お互いによくって。ね、まあなんかそんなね、自分の得がないと動かないみたいな、そんな時代じゃないんでね、誰かのために何かしたいって気持ちを、そういう持ってるね、出しゃばりみたいな、私みたいな出しゃばりがね、たまにいるんですよ。まあ、ですのでこれやってみてください。ぜひね。私ももちろんこれね、やりますんで。では、よろしくお願いします。いってらっしゃい。